て、一回一回お願いだから。何これ、どう。ようこそ活動、ポケモンカードゲーム、ベイシアバーサスドンキー10パック10パック対決、イエーイ。どうもスタッフの野村です。さあ再びやってきました、ポケモンカード最新弾。思いっきり下のタイトルが見えません、ちょっと下げます。変幻の仮面、いやーついに新弾発売されました。つまり今日は4月の26日、何の日かお分かりですよね皆さん。そう、ゴジラ、コング、新たな帝国の公開日じゃーい。全然違う、ポケモンカード関係ねえって言いたいんですけども、私スタッフ沼、そしてこのチャンネル主のカツくん、プライベートで思いっきりゴジラ対コングを IMAX で楽しんできました。まあこの話は、ゴジラ、コング、新たな帝国のレビュー動画で、話すとして、いきなりここから話すというのは、まあとにかくゴジラが楽しかったっていうことで、カツくんと妙に盛り上がりすぎてしまったということです。その結果、ちょっと近場にホビーゾーンがありまして、このベイシア、ブト、ドンキとは別で、ホビーゾーンで、5パック買って、もうその場で開封しちゃいました。開封動画映ってねーっていうね。もう盛り上がりすぎちゃって、もうカツくんその場で買ってましたぞ、ポケモンカード。ちなみに、カツくんもベイシアとドンキで買いました。ちなみに、予算の都合でカツくんは、ベイシアで3パック、ドンキで2パック、そして、ホビーゾーンで1パックっていうね。なんだそれって。まあ、カツくんは今、ホロライブに夢中でして。うん。僕も、ホロライブにドハマっております。まあまあまあ、とりあえずそういうことがありまして、私はその5パックからですね、ホビーゾーンで、オーガポン EX と、チリーンの AR、そして、ドッコラの AR が出ました。光ってる。ライトが光りすぎて、チカチカしますが、はい。このように、ちょっとね、先に開封しちゃったっていうね、この動画の前に。いやーもう楽しすぎて盛り上がっちゃったって、久々に二人でもう、イエーイって、このうちはもうめちゃくちゃ楽しんじゃったって話です。さあでも、この本戦は残っている。やっぱりベイシアの勝率が高い最近のポケモンカード。ちなみに、カツくんと一緒に買いに行ったんですけど、カツくんはその、多分ね、俺と同じボックスからこのカード出されてるんですよ、このベイシアのこの10パックは。で、カツくんは同じ多分その箱から3パック分買って、その3パックから、あいつ AR も、普通のレアカードも、普通のレアカードは出たのか。何も出なかったね。うわ、これ、やっぱりベイシアあるんじゃねえかっていうね。ま、いやー、ちょっと怖いです。別の意味で。さあ、勝利の女神は今度こそドンキに微笑みをかけてくれるのか。勝手に私がずっと恒例対決してるんですが、気合い入れて今日こそドンキが勝つぞっていうのを見せてお見せしたい、本当に。というわけで、ではまずベイシア10パックから、狙いはもちろんイルカマンです。ごめんなさい、イルカマンのデッキ作りたいんですよ。最近月光がデッキ作りまくってさ、水デッキバンバン作っちゃったから、素直に言うイルカマン EX が欲しい。ゼイユも欲しいけども、ワンチャンスグリの方が使えるんじゃないか。スグリのノーマルカードが欲しいのと、イルカマン EX 欲しいなって思ってます。いやー、でも普通のイルカマンもね、ダメなんだよな。これ、結構イルカマン、難しいですね、使い方が。一回バトル場からベンチに戻った時に交換できるって、すっげーなーって。あれ、出ても使いこなせるのか分かりませんが、全力でイルカマン、そして出たらいいな、全員感覚でやりたいと思います。仲良しポキの UR?無理でしょ。さあ、というわけで、もちろん、ベイシアから行くぞ。さあ、それでは行きましょう。ベイシア10パック。出るか、すごいカード。イルカマン。さあ、では行きます。1パック目、ベイシア。お、なんか来てますね。何かが来てますよ。来てますよー。嘘だ。
練習一泊目で終わらせてくんじゃねえなんでだよこのシール、SAR のマークですか？いや、偶然でしょ、これただの。ちょ、もうどうなってんだよおかしいやろ一パックで終わらせないでくれなんでだちょっと待ってよ、ちょっと待って、油断してた。もうちょっと警戒すればよかった。スリーブ、スリーブ、スリーブ。いきなりかよ。もうこれでいいよ、もう。はい、お、ああオーガーポ。いや、俺しかも草だ。しかも草タイプで。緑の仮面の SAR 出た。仮面ライダー。もう、緑の仮面だよ。もう何も出る気しねえ。どうしよう、もう。というわけで2パック目いきます。ベイジアー、もうダメだ。何かもう光ってないで、ね、ああでもイルカマン出たでも EX じゃない何なんだよベイシアもうそれじゃあいきます。はいベイシアもう笑うしかない。嬉しいけど鬼の仮面出たよ、出ましたよ。もうやべえ、鬼の仮面が出てんだよ。もうどうする、ああどうよいしょ、なんかこれくっついてる、ちょっと待ってください。よいしょ、もう何も出ないでしょ、もうこんな。じゃあいきます、はい、ベイシア。なんかある、なんか光ってる。ああ、オーガポンの、なんだこれは。石杖の面の EX ですね。もう、笑うしかない。助けて。別の意味で助けて。なんで行きます。はい、ベイシア。もう、どうしたらいいんだ。あ、すぐり出た。このすぐり強いんですよね、割と。この下の効果。使う技相手の EXB でダメージがプラス30って、これでピカチュウワンパン掃除作れるんじゃないかって。うまきがピカチュウ VMAX で250点にマキシマムベルトつけて、で、さらにこれ使えば、330点パンチいくら焦られるんじゃねって EX 化にいけんじゃねって思ってます。はい、では行きます。はい、ベイシアー。あー、よくしでしょ、俺の。いやもう SAR 出てる時点でもう終わりだよ、これ。はい、行きますよ。はい、ベイシアー。あれ、ちょっとカタカタ。ん？な、シャリタツの AR! シャリタツーベイシア、どうすりゃいいんだ、こんなに輝かしいことで。はい、行きますよ。はい、ベイシア、ダメだ。こんなんで、ちょっとごめんなさいね。はい、すいません。はい、ベイシア。うわぁ、もう、ピンクどうしてだー、なんだ、誰だ、ポケモン怪獣サイクロン来たい、これもう、友人森とめちゃめちゃ喋ってたやつはポケモン怪獣できるからいいよねって、出るなよ、もうなんなんだよ、ベイシア。まだ2パック残ってるのに、もうこの動画終わってんだよ、いい意味でもう。なんなんだよ、最高かよやべえあー、まだくっついてる。はい、行きますよ。はい、ベイシア。なんか光ってない、なに、あ、やばちゃん。はい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 。いや、もうダメ。あと1パック、あと1パック頑張れ。はい、行きますよ。はい、ベイシア。なに、あ、またなんか、嘘だろー、ちょっと待て、待って、2枚箱SR ドラマルだちょっと待って、ちょっと待った、待って、一回落ち着かせて、一回お願いだから。何これ、どうなってんの
クソだ、歴代やべえじゃねえかこれ。ちょっと待って、スリーブイン SR だよね多分。俺が見た感じ店員さん同じ僕確認したから、2枚箱です、2枚箱引きましたよっベイシア最強やっばどうすんのこれ、機械がぶっ壊れよもうドンキー何にも出る気しねえよ、もうダメだ最高だけど、やったけど嬉しいけど、どうしたらいいんだドンキー大丈夫か、この中にいつゲーム入ってるか、10パックにこれ待ってんだぞ、まだ10パックじゃあドキュメンいきますもさて、ちょっと落ち着いたので、ドンキ部門いきましょう。いや、無理よ。もう SAR のこの、基本オーガポンと、ドラバルトの SR 出てんだよ。さらにポケモン回収サイクロも出てやってんだよ。これ以上、どうしたらええ。ゼイユかスグリの SAR か。そこら辺だね。さあ、果たして、勝つのか、ドンキ、これに勝てるのか。いきます、運命の10パックいきます、ドンキホーテー、曲なんか違うな、曲ってなんだよ、バックベースルーさあドンキを勝ってみろ、ベイシアにドンキホーテー、うわーノーマルだノーマルだ、うわー、いきます、ドンキほーてー、なんか光ってますだけど、これは、ドラパルト EX ノーマルだー、ノーマルじゃないけど、まあうわははは、これで終わんないでね、お願い。ドンキー、頼む、見せてくれ、お前の根性見せてくれ、何の根性だ、いきます、ドンキーほーてー、ダメだ。いや、諦めるな。まだ希望はある、いきます、ドンキホーテー、あ、なんか光ってる、でもこれは AR です、雪目の子よいしょ、イルカマン EX 出ねえぞ、まだイルカマンの可能性ある、いきます、ドンキホーテー、なんか光ってる、なんか光ってる、出たー、イルカマン EX、よーし、すぐにも2枚目出ました、よーしまだいい、まだいいぞ、よし、よ、いきます、ドンキホーテー、まだいけるか、使うかー、なんだ、せーの、うわー、ポケモン怪獣サイクロン2枚目だー、おぉ、ドンキ成功しているぞ、ドンキ、だが SR や以上はない、買う、あと3パックどうだ、では行きます、ドンキホーテー、何か光っている、これは、これは、これは、はははは、はい、残り2パック、さあどうなる、ドンキホーテー、お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 、なんかこれ結構光ってないか、これは、これは、うわ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 、なっと、ちょ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 、なんでレアリティ的には最強クラスが出たのか
いやー、もうなんかここで仲良しボインだったらなんか盛り上がるんだけど、なんだこれ。待って、スリーブが取れない、焦って取れない。ちょっと待って、地味にこれやばくね。改造ハンマーの UR、 この R、 こんなことある、もう SR 以上出たね。じゃあラスト1枠いきますか。ドンキホーテーな、何もないね。最後はさすがに、はい、こちら、ベイシア対ドンキー、結果発表でございます。ベイシアからは、ポケモン回収サイクロン、そして、ドラパルト EX の SR、そして、オーガポン EX の SAR。そして、ドンキーからは、ポケモン回収サイクロン、そして、改造ハンマーの UR が出ました。どっちが勝ったんだ、これ。いや、なんとも言えんぞ。レアリティ的にはドンキが勝った。ドンキが勝ったが、なんか違う。お、仲良しポヒンじゃないんかい。は、なんだろう。人生2回目だ、UR 出たの。あの、ディンルイライだ。パックからはね、あの、なぜか出たルギア V スター UR に関しては、あれは、あの、オリパだったから。だから、一応人、通常パックから初の UR 出ました。うわあ。はい。じゃあ、つまり今回の勝敗は、というわけで、ではまた次回のポケモンカード動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。